フェクテラーはアメリカ海軍の護衛駆逐艦、バックレイ級。艦名は第一次世界大戦時の軍人であるオーガスタス、フェクテラー海軍少将にちなむ。フェクテラーは1943年2月7日にノーフォーク海軍造船所で起航。同年4月22日にジョーン・エス・フェクテラーによって命名浸水し、7月1日に、 CR シマーズ艦長の指揮下収益した。1943年9月8日から12月31日まで、フェクテラーはニューヨークオランダ領西インド諸島、北、アフリカ間で2度の戦乱護衛に従事した。ニューヨーク市でのオーバーホール後、フェクテラーはナラガンセットワンでの実験的な対戦演習に参加した。1942年2月28日、フェクテラーは アゾレス諸島と北アイルランドのロンドンデリーへ向けて出港した。ロンドンデリーには3月6日に到着し、ニューヨーク行きの船団を護衛して3月22日にアメリカに戻った。1944年4月1日、フェクテラーはニューヨークを出港し、ハンプトンローズへ向かった。そこで、フェクテラーはビゼルト行きの船団に加わった。ビゼルトには4月22日に着いた。 キロ、地中海西部で5月5日に、フェクテラーはアルブレヒト・ブランディの指揮するドイツ潜水艦 U-967 に来撃された。フェクテラーは2つに折れて沈み始めたため放棄された。乗員29名が死亡し、26名が負傷した。護衛駆逐艦ラニングや船団の他の船によって186名が救助された。フェクテラーは、 第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。